皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は4月18日木曜日、本日も音楽と機材妄想を胸に元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ご紹介の新規初投稿は千葉市のねエディさんからのねギター用のスイッチャーボードを投稿いただきました。誠にありがとうございます。マイページの方もね、公開いただいておりましてありがとうございます。このね、ギターを持った姿がねプロフィール写真がかっちょいいですね。そして好きなエフェクターメーカーもね公開いただいておりまして誠にありがとうございます。そのエディさんのねボードなんですけれども、今まではね直列で組んでいたボードだそうなんですけれども、今回ね、ボスの MS3 プログラマブルスイッチャー、これねマルチが、搭載されているねモデルなんですけれども、エペボーアワードでね2年連続ナンバーワンをね押し上げた、もう大ヒットした、スイッチャーですね。エペボーにもねたくさんの事例があります。でエディさんもね今回、このパッチケーブルもね、全部ブランド統一されてですね、ボード自体がねとっても綺麗に、配線もね見える、ボードに仕上がっております。でね MS3 をね導入された方々の多くはですね、歪みの方かなりこだわってですね、だいたい2台から3台ぐらい入れてですね、そして MS3 に内蔵されているマルチでね、こう表現していくというパターンが多いんですけれども、エディさんはですねそこにさらにですね一番高段、アウトプット側にですね、TC エレクトロニックのね、大人気のこのデジタルディレイのフラッシュバック、これをね搭載しているということでですね、一体どういう音でね奏でているのかね、これ ぜひともね次回、マイページの方、公開いただいているので、YouTube などでね、音源もリンク貼っていただけたらありがたいなというふうに思います。サウンドの方もね、大変興味津々のボードでございます。エディさん投稿誠にありがとうございました。それからね、今回で13回目のね投稿ということでですね、毎回ねこうジャズマスと一緒にですね撮影いただいております。絶対に美人さんのですね、ボード最新ボード、木の板でですね前回、今回とね連投していただいておりますけれども、今回ねパワーサプライが見当たらないなって気づいた方いらっしゃるかもしれませんけども、これはね解説にある通りね、なんか、そこ裏の方にですねなんか取り付けているということなので、ぜひともねこの取り付け方どういう風にね取り付けて、いるのか、そしてね、その取り付けた状態で本当踏めるのかっていうのもねちょっと気になりますので、この加工した状態多分ね板を加工しないとね多分踏めないと思いますので、そのあたりもね、投稿いただきたいという風に思います。そしてね絶対に美人さんというとですね、過去のこうボードから見ていくとですねこう共通点があるんですけども、歪みの方はね大体ね、ビッグマフかラット、をですね結構乗っけていてですね、なんか古式ゆかしいこう、伝統的な、歪みを乗っけていたんですけども、最近ねちょっとあの傾向が変わってきておりますので、そういった傾向を見る、上でもですね備忘録としてですね、あのエフェボーの方どんどん投稿いただきたいなというふうに思います。エディさん、絶対に美人さん、いつもね投稿誠にありがとうございます。そしてね最後になりますけれどもね、今日のバナーワイヤレス、のですね X5、U2 というのがあるんですけども、こちらねパールガキさんがお使い、取り扱いということでですね、今お店に、たくさん並んでおりますので、ぜひともですね、この大きさとかですね、あと値段もお安い、操作も簡単ということです。それからエフェボーにね投稿もたくさん、最近ありますので、ぜひともねチェックいただいてですね、ご検討されてみてはいかがでしょうか。それではね本日木曜日もね音楽と機材妄想を胸に、元気に過ごしてまいりましょう。そしてエフェボーへのね令和初、ボード投稿とかですね、マイニューギアしたらですねぜひとも投稿いただいて、また盛り上げていただきたいと思います。ありがとうございました。